この間はご清聴ありがとうございました。長いやつ、15分。いろいろ反省して、今日はだから3分以内に収めるようにするぜ。それからあとね、音がいまいちこう iPhone で撮ってるんでよくなかったでしょ。聞こえたり聞こえて、ただでさえさ滑舌悪いのに、聞こえたり、こう、聞こえなかったりしたと思うんで、今日はマイクつけたんで、多分ちょっといいと思うんだよね。でも3分にまとめるの大変だよね。今、ちょっと前に決まったんだけど、今度、ロサンゼルスじゃなくて、アメリカのにツアーに、行くんですけど、行くんだよね。で、その中のメインイベントみたいのに、ロサンゼルスのこうフェスがあって、80s とか 70s で活躍したニューウェーブ、ポストパンク系のアーティストがすごいいっぱい出るわけ。で、なんかね、ブロンディでしょ、ディーボでしょ、バウハウスでしょ、ヘッドラインがモリッシーでしょ、あと誰と、あとゲイリー・ニューマンとか、あとミッシング・パーソンズとか、ベルリンとかね、なんか、ちょっと信じられない、こう、なんていうか、ラインナップなんですよ。で、僕は多分その何をやる、とりあえずその来いとだけ言われてて、スケジュールよく分かんないんで、何やるかも分かんなくて、多分去年ね、行ったヨーロッパと同じように、まあ DJ をメインにしてオープニングアクトやって、その後バンドのアジテーターみたいなことをやると思うんだけど、アジテーターって分かる？たまにジャズとかスカとかのグループにはいるんだけど、特にその何もしないでステージにいて、楽器とかは特に演奏しないんだけど、歌も歌わないし、ただいて、こう、なんとなくこう、観客を盛り上げるような役割。んで、それを多分やるんじゃないかなと思うんだけど、詳しくはちょっとまだ聞いてない。わかんないんだよね。で、そう。で、何を売るかっていうと、うわ、もうあと、何、10秒？これをね、売ろうと思ったんで、あと10、8秒か。これね、買ったばっかりなんだけど、あ、ダメだ、もう時間切れ。時間切れだよね。